さんです。どうぞ。はい、今日話したいのは F 党炎上から考えるにわかファン問題ということなんですけど、はい、これ僕のちょっと SNS で、まあ、プチ炎上とまではいかないんですけど、うん、ちょっと燃えまして、うん、FC 東京っていうチームがあるんですけど、22日昼時点で X、旧 Twitter のトレンドランキングにハッシュタグりんたろー逮捕へが入り、物議を醸している。この現象は、同日朝放送の TBS 系ラビット内で実施されたプレゼント企画のキーワードが加速度的に拡散したのが発端だ。当のイクジットりんたろーは同番組の金曜レギュラー各週でこの日放送に出演していた。りんたろーは同番組出演後 X を更新。お母さんお元気してますか？僕は東京で頑張っています。お身体お気をつけください。また手紙書きます。ではまた、と投稿した。もちろん、逮捕されていないが、逮捕をネタにし、刑務所に収容されたと服役囚になりきって、獄中から母へ手紙を送ったからだったてい、で投稿した形だ。ネットユーザーも、獄中からのお手紙風を、母様凛太郎さんは毎日全力でお仕事頑張られておりますので、ご心配なくですよ、などと便乗した。毎日のニュースチャンネルへようこそ。私たちのビデオを視聴する場合は、ビデオを高く評価し、チャンネルに登録してサポートし、最新のニュースを入手してください。ありがとうございました。点々点々。良い一日を。